ちは、ザラナミです。はい、今日はですね、はい、あいにくの天気ですので、本当に久しぶりですね。何年ぶりだろう。もう2年、3年ぐらいですかね。はい、ぶりに、ベランダレビュー、はい、やっていこうと思います。はい、いつもはね、メガネ、サングラスをかけて、変装をしてね、今まではやってたんですけども、今日もね、一応あの、メガネ、用意したんですけども、あのマスクしてるからさ、あの今のね、この例のあれで、曇るんですよ。メガネ曇っちゃったって。このネタ分かる人何歳なんだよって話だけど、はい、まあ久しぶりにですね、ベランダレビューをやらせていただこうかなと、はい、いうふうに思います。はい、そうですね、まあ皆さん、今ね、まあちょっと涼しくはなってきてるんですけども、この秋に入ってですね、今までこう夏を過ごしてこられてですね、ライダーの皆さん、こう、例えばヘルメット、はい、ヘルメットがこう被るときに、ちょっと匂う。とか、あ、ない?あるよね、多分ね。で、あと、グローブ。はい、グローブをね、こう、多分、こう、グローブはね、つけるときに匂い嗅ぐ人ってね、だいぶ、追いにフェチだと思うんですよ。っていうか、追いにってわかる人は多分ね、年代的にかなり古い人だと思うんだけど、追いにフェチしか匂いは嗅がないと思うんですけどね。例えば、こう、グローブをして、で、こう、外したときにね、自分の手をこう、匂って、まあ、顔のそばに寄せたりすると、臭っって思ったりすることないですかね。はい。それとか、あとは、まあ一応用意しましたけどね、ジャケット。はい。ジャケットもね、用意しましたけども、こう、ジャケットって毎回洗わないでしょ?ね、着て。で、汗かきますよね。で、干しておくじゃないですか。やっぱりちょっと匂うなって、思ったりしたことないですかね。それとか、あと、こういった、ブーツですね。はい。ブーツも、やはり、足が汗かきますよね。で、この中っていうのは、あまり、こう、匂いを嗅いでみたくはないですよね。でもね、一つだけ先にちょっとね、言っちゃいますと、空波って、そう、臭そうでしょ臭そうってどういうことだよって、思うけど、実は僕はね、あんまり汗かかないんですよ。体質で。で、かいた汗も、あんまり、匂わないんですね。なんで、普段からも、そう、なんていうんですかね、こう、体臭とかってあんまりない方なんですよ。すごい意外でしょで画面から匂うよね、多分ね。でもね、本当なんですよ。なんで僕は比較的そう、なんていうんですかね、大した問題っていうか、はないんですけれども、まあそれでもね、やっぱり、こう気にはなります。はい。そこでですね、今日は僕が今普段ですね、まあ雨で、今日は出かけられないんで、普段使っている、そういう、なんていうのかな、除菌とか消臭とか、まあこういうバイクのね、用品、ライディングギアに、使っているものを、まあせっかくなので、ご紹介したいなというふうに、はい。思います。はい。まずはですね、ちょっと先にスイッチ押しますけれども、はい。皆さん、どうでしょう、こういった、ライディングジャケット。はい。ライディングジャケットには、こういったようなね、防射のこういう消臭スプレー売られてますよね。はい。こういうのをこう、シュッ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 とこう、吹きかけられる方が、比較的多いのかな、そんなような話をね、よく、その波は、聞くんですけれども、はい。皆さんどうですか?どういうふうに、まあ、匂いを消してらっしゃいますかね。ね、まあ、ただ、やっぱり、こういったような、液体のものって、結構、匂いがついてるものがありませんか?匂いがついてるもの。やっぱり匂いがついてるものって、ただでさえ、こう、臭いところに、さらに匂いをつけると、わかるよね。なんか、もう、まずい料理に何を足してもまずくなるのと一緒で、臭いものに何を、どんないい香りを足しても臭くなるっていうね、論理があると思うんですけど、それになりますよね。まあ、ただ、無香料のようなものっていうのも、まあ、確かに売ってるので、そういったようなものをね、使ってる方もいらっしゃるかなとは思います。はい。まあ、じゃあですね、空波は何を使っているかというとですね、今これ、見ていただけますかね。見えるかな、この今、電源を入れてね、これ、ここまでの容量がね、水、これ水道水です。中身は。水道水で、電気を入れるとね、こう、今、泡がブク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 ってこう立ってるのがわかると思うんですけれども、オゾン水、生成器っていうものが
あります。はい。で、まあ、本当にね、数万円もするものもあるし、僕がこう持ってるようなやつっていうのは、アマゾンで6000円ぐらいで確か売ってたと思います。はい。その程度のものです。で、なぜこういうのを使っているかというと、まずはね、オゾン水って、すごくこう、殺菌効果が高いんですね。はい。ですので、こう、菌、今、ピピピって言いましたけどもね、終了しました。はい、出来上がりですね。こう、汗とかね、そういったようなものに、菌がついて、そして匂うっていう構図になってると思いますので、まあ、匂いを消してもですね、その菌自体をやっつけないことには、匂いってなくならないんですね。はい。ですので、ソラナメはこういう、オゾン水というものを、使ってます。はい。まあ、原料は水ですから、水道水です。なるべく冷たい水を入れてあげて、2分間、こう、この台で、充電のね、台で、こう、オゾン水を生成します。で、生成したオゾン水を、こういったような形でね、ジャケットに、こう、拭いておきます。はい、反対もね、こういう感じで、はい、これだけで、かなり、匂いなくなる感じですね。はい、汚いのはここだけの話ですよ。本当にちょっと広めないでほしいんですけど、そのままみんな、だいたいワンシーズン、まあ夏だったら夏ジャケット、冬だったら冬ジャケットって、期間中は洗わないですね。汚い。すいません、不潔男で。本当洗わないです。元々が匂わないのと、こういう形で、消臭してるので、あとはね、こう晴れたらね、こういうベランダとかでちょっと干しては置きますけれども、全然匂わないですね。はい。なんで、やっぱり、このオゾン水、いいかなっていうふうに思ってます。で、さらにですね、この安いこういうオゾン水生成器って、ここの、噴射ノズルの部分がね、結構脆いんですよ。壊れるんですよ。でも壊れるんですけど、大丈夫。普通のこういうね、こういう、他のボトルのやつと、このネジのサイズがね、結構、合うのがあるので、もしここが壊れてもね、それに変えてもらえば大丈夫なんで、まあ、比較的長く使えるかなというふうに思います。はい。なんで、ジャケットはね、空波の場合はこういう形で、消臭普段してますね。うん。ただですよ、例えば、ヘルメット。まあ、ヘルメットもいいですよね。こうやって、こう、シュー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 やって、見れば、かなり、匂いは、はい、なくなります。はい。グローブに関しても、ブーツに関しても、そうなんですけども、まあ、ここで一つね、やっぱり、ヘルメットとか、ブーツとかって、中に水で濡らしたくないっていう、ありません？あるよね。やっぱり、すぐか、まあ、ちょっと、まあ、明日被るときにこれやっちゃうとね、もしかしたらなんか、被ったときにじとっとするとかね、まあ、もう一回今日乗るとかね。そういうときやっぱり、こういう液体のものって、靴とか、グローブとか、ヘルメットにやっぱりかけにくいですね。しかも、こういうところって内側じゃないですか。まあ、ヘルメットにしても。干しにくいですよね。乾燥しにくいので、できればこういう液体のものはかけたくないと。はい、思う方がいらっしゃると思います。はい。で、じゃあそういったようなところはどういうふうに、やってるかというと、ソラナミの場合はですね、これを使ってます。ペリックスポーツっていうやつなんですけど、はい、これを2つ持ってまして、はい。これ何かと、言うとですね、紫外線殺菌器です。はい。まあ、光で、まあ、菌を殺すものですね。はい。使い方は簡単で、ここの、下のボタンをね、こう押すと、こう、爆弾みたいにね、爆発するぞっていう、こうある程度時間がね、今消しますよ。なぜかというと、紫外線の殺菌ライトって絶対見ちゃいけないんですよ。で、しかも、こういうカメラ越しにでも間接的にでも見ちゃいけないっていうふうに言われてるので、ちょっと皆さんにもお見せするわけにいかないんですけど、よくこう紫色のね、殺菌、医療用品とかをこう、殺菌してるような、あれが、出ます。はい。ですので、こう、ボタンを押してね、で、こう、ピー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 って爆発するぞっていう状態にしてから、こういったようなヘルメットに、こう、ポコッと、よいしょ、はい、入れとくと、自動的にね、時間、ある程度の時間になると、こう、切れてくれます。はい。
これね、すごくいいですね。はい、乾いたまんまですし、中の菌が、死ぬので、非常にね、こう匂いっていうのがね、だいぶなくなるような印象です。で、グローブなんかも、指の方はね、なかなか届かないとは思うんですけど、こういったような形で、はい、中に入れてね、はい、放置しておくと、だいぶ匂いなんかもなくなりますね。まあ、二つあると便利ですね、これ。こういう感じで、グローブ二つあるとね、こういう感じで入れといて、スイッチを押してあげれば、まあ、中が、紫外線で殺菌されます。うん。で、同じようにね、また爆発する。例えば、こういったような、ライディングシューズ。はい。これは、ガイルネのタフギアですね。はい。こういったようなものにも、スイッチを入れた上で、こう、ポコンと。はい、こういう感じでね、入れて、置くと、まあ、左足と右足あると、ね、一遍でこれ済みますんでね、2個あると、それで、この中が、殺菌されるので、匂いなんかもないです。このガイルネのオタフギアも、もちろん靴はこんなの洗わないですよね、僕あ洗うみんなこういうのあ洗うんかな、ごめん僕洗わないですけどね。で今もこれ2年履いてますけど、ちょっとこれ匂ってみますけど、はい、ほとんど匂わないですよ。もともと僕が匂わないのか、これのおかげなのかわかんないですけど、こう、完全に僕が鼻をつけても全然大丈夫な、はい、匂いしないです。はい。で、2本あると便利っていうのは、あとはこういったようなね、長いものもあるじゃないですか。長いものっていうのは、やはりこう、1本目をね、こう、底の方に、入れて、はい、2本目をこう、立てて、はい、入れることによって、こう、横と、縦で、はい、2本、入って、まんべんなく殺菌ができると、うん、いうこと。ただまあこれはね、4つないといっぺんにはできないですけどね、4つ買う財力がないので僕は2つしか、持っておりませんが、本当にこの紫外線、殺菌機はね、こういう、まあ、オゾン水を使ったものと違って、光で、殺菌しますので、まあ、濡れることもないですし、まあ、ただこれをね、ジャケットに使うっていうのはちょっと難しいと思うんですよね。ですので、使い分けて、させていただいてて、ジャケットとか、うん、まあ、そういったようなものには、こちらのオゾン水。はい。まあ、なんていうのかな。いちいち買わなくていいですしね。こういったようなものを買うと結局、詰め替え用を買ってもね、ゴミにはなりますよね。ただこれだと、水を入れるだけなんで、本当にまあ、環境にも優しいと思いますし、匂いもしませんし、うん、僕的には非常に、いいなっていうふうに思ってます。はい。まあ、以上ですね。今日はジャケットとヘルメットとグローブと、ブーツ。まあ、これの、オイニー対策。オイニー対策わからないから、ちょっとくぐってみてもらったらわかると思うんですけど、昔、夕焼けにゃんにゃんってやつで、トンネルですかね。匂いをね、オイニーってよく言ってましたね。そんな解説どうでもいいんですけどね。はい、ということでね、はい、今日は、ベランダレビュー、久しぶりに、やらせていただいて、こちらの、まあ、バイク用品のね、はい、匂い対策という動画を一本撮らせていただきました。はい、どうもありがとうございました。